はい、14歳のワンコのあーちゃんとママのヨーヨーです。あれれ、あーちゃんはどこにいるのでしょう。皆さんはお分かりですよね。実はあーちゃん、この日の 2,3 日前からお腹を壊してしまい、動物病院に来ているのです。こちらが動物病院へ向かう車の中でのあーちゃんです。小刻みにブルブル震えているのが分かりますか。最近車に乗るときはほぼ動物病院へ行くときと分かっているので、不安と緊張であーちゃんはもういっぱいいっぱいみたいです。自宅では細心の注意を払って食事をさせているのですが、1年に数回こんな風にお腹を壊します。それがなぜなのかは後ほどお話ししますね。皆さんはこの原因は何だと思いますか。分かった方はコメントしてくださいね。エコー検査、血液検査をしていただきましたが、ともに異常なしでした。今回は注射を2本とお薬の服用で大丈夫とのことでした。動物病院の先生からそれを聞いてママも一安心です。あーちゃん早く診察台から降りたがってますね。注射もあっという間に終わったし、よかったねあーちゃん。さあこれからお薬をもらって会計を済ませてお家へ帰りましょう。もうあーちゃんの緊張も解けたようです。少しずつリラックスしてきました。さてさて、問題のお腹を壊した原因なのですが、それはママの職場でこっそりあーちゃんはお客さんからおはぎをもらって食べていたからなのです。できるだけママが目を光らせて、お客さんにはあーちゃんに食べ物を与えないでくださいとお願いしているのですが、時々あーちゃん可愛さにこっそりお菓子などを食べさせてしまう方がいらっしゃるんですよね。ワンコも人間と一緒でアレルギー体質であったり、胃腸が弱かったり、年齢や体調で食べられないものがあったりします。食べ物を与えるときはまず飼い主さんにあげても良いかどうか尋ねてからにしましょうね。今日も動画を見てくださった方ありがとうございました。ハロウィンの季節で美味しいお菓子がたくさんですが、お腹を壊さないように気をつけてくださいね。歯磨きも忘れずに。それではまたですね。